はい。よろしくお願いします。あの、お待たせしてすみませんでした。えっと、私から、まあ、三点申し上げたいと思います。え、一つは、あの、防衛省の、事案でございます。不祥事事案でありまして、えー、かなり多岐にわたっていると、いうことで、非常に憂慮すべきことだと思っています。え、まず、この、特定秘密漏洩事案については、えー、極めてですね、私は、 アナログ的なあ仕組みで、えー、この特定、えー、秘密を扱っているという実態が明らかになったと思っています。つまりは、あその、しっかりと区別ができていないという極めて初歩的な問題であって、アナログ的なあ扱いをしていたことが大きな要因なんだろうと思います。 私からはですね、防衛省に対して、えぇ、ー、例えば ID の活用の中で、えー、例えば、この、クリアランスをしたものとしていないものの、まあ、仕分けをしっかり分かるようにするとかですね、えー、まあ、その、いくらでもそういうものはできるというふうに思いますので、 えー、そういった ID を活用するということと、まあ、やはり、官、え、邸、ー、や潜水艦というのは非常に狭い、えー、場所で、そして、えー、環境などにおいては、えーまあ、CIC ですよね。環境などにおいてはあ、当然ながら一度に集まることが多いわけですから、まあ、そういったところにおいては、 必ず、クリアイランスを受けた者だけが集まるようにするとか、そういった事案というもの、あの、取り組みというものをしっかりやるべきだということは、えー、説明を受けたときには申し上げておきました。まあ、あとは、その、水増しの問題とか、あるいは、その給食の問題というのは、まあ、非常に、まあ、あのー、 近世の落ちる、まあ、極めて情けない話だというふうに思っておりまして、厳しい処分については当然と思っております。で、えー、さらにもう一つの問題は、川崎重工の話でありますけれども、このことについてはですね、いまだ調査中ということでありますが、川崎重工だけなのかと。 いうことがやはり私は危惧をされます。これも防衛省にしっかりと他の案件もないのかどうなのかということを調べなきゃいけないと。もぐらたたきで終わってはいけないと。そして、川崎重工の案件として取り扱ってはいけないと。こういうことでありまして、すべてのこういった取引業者との癒着がないのか、 不適切な関係交際がないのか、こういったものをしっかりと取り扱うようにということは指摘をさせていただきましたので、ご報告をさせていただきたいと思います。また、何らかのリアクションがあればですね、皆様方にはご報告をさせていただきたいと思います。二つ目は、北陸新幹線の延伸の問題でございます。一部のマスコミにも、え、ー まあ、乗っておりましたけれども、まあ、私どもも、えー、最近、ちらほらと聞き始めたのが、えー、この、オバマルートに関わる、えー、総工費、そして工期について、えー、やはり、かなり大きなものになるんではないかと、まあ、いうことであります。 えー、倍程度になるんではないかと、まあ、いうことが言われているわけでございまして、まあ、そう、後期についてはまだ、ああ、新たな情報というものは、表には出ていませんけれども、まあ、15年で本当に済むのかといった、ああ、点も、憂慮されるわけであります。まあ、となりますとですね、えー、従来からお話をしているように、えー、整備新幹線着工5条件、 というものを満たさなくなる可能性があるわけであります。特に、総工費が倍程度になりますと、オバマルートの費用対効果については、一応大きく下回るということになるわけであります。ただ、我々が、我が党が国交省に申し入れをしたときにですね、その点を指摘をしたところ、鉄道局長からは、その、 費用対効果について、えー、どういう費用対効果をするかも、に含めて見直しますみたいな言い方をしましたんで、まあ、私からは、えー、まあ、ゴールポストを動かすようなやり方というのは現に進むべきであるということは申し上げたところであります。つまり、総、え、工、ー、費がかかります。放棄が伸びます。そして、着工後条件を満たさない、特に費用対効果が合わないものが出てくるということになったら、 えー、違う,う、まあ言ってみたら、あえー、考慮するべき指標を入れてですね、えー、無理くり一を上回るものにする、なんていう、えー、改ざんになるようなことを絶対してはいけないと、まあ、いうことの中で、まあ、そこは厳しくですね、えー、今後、公表されたときにはチェックをしていきたいと思いますけれども、まあ、今からそういったことのないように、現に我々としては目を光らせておきたいと。 ここのように考えているところであります、まあ、最後は少し予断的な話になりますけれども、おトランプ大統領前大統領がまあ狙撃をされるという事案が起きました、まああのー、奇跡的に耳をかつめるということで、無事だったことは何よりだというふうに思いますが、まあ、あれだけ身振り手振りで演説をしている中で、えー、耳、 をかすめた程度で助かったっていうのは本当に奇跡だと私は思います。まあその意味においてはトランプ前大統領に対する求心力が上がってくるんじゃないかとこういうふうに思っています。まああの私も議員を30年余り地方議員も含めてやらせていただいておりますけれどもやはり有権者の支持と まあ,あとこれはあの、私や徳永さんや斎藤アレックスさんは、松下整形塾というところを出ているわけでありますけれども、松下幸之助さんが、成功する要件は何かということを聞かれたときにですね、おっしゃったことが、運と愛嬌やということをおっしゃったそうでありまして、運を持っているということは、私は政治家にとっては非常に大事なことだというふうに思っています。 まあその意味において、えー、退するのは非常にいけないのかもしれませんけれども、まあ、兵庫県知事の今の私は対応を見ているとですね、えー、自ら運を貶めている、そして評価を下げているというふうにしか言い,言いようはないと思いますし、まあ、告発をした県の職員が、あえー、自殺をされるということ、そして自らが選んだ副知事が、 五回もやめるべきだということを、ええー、まあ、えー、述べているということについては、私は非常に重く受け止めなくてはいけないと、このように思っています。私、あの、民主党代表をやったときに、メール問題というのが起きまして、えー、あのときに感じたことでありますけれども、やはり、一旦、その評判に大きく傷がつくと、 え、トップの責任というのは重いということに私はなろうかというふうに思いますし、え、ま、斎藤知事は、県民の付託を受けて知事を担ったんだというふうに言われていたわけでありますけれども、付託を受けられた状況とはかなり大きく私は状況は変わっているというふうに思います。ま、私が、ま、長年政治家をやらせていただいている感覚で申し上げると、 私は局面を打開するのには辞職しかないと、まあ、そういう思いを持っているわけでありまして、やはり、えー、公職にある者の出所進退というのは自ら決めることではありますけれども、私が見ている限り、えー、県民のふたを越えて、普通知事さんと言ったらやっぱり県民、同、えー、民、都民、府民に愛されるべき立場の人がですね、やはり、えー、批判をされる、 疑惑の目で見られるということ、そしてどんどん明るみになってくる事実というものが、まあ非常にしょぼい話が出てくるということを思うとですね、私は、あ自ら決断されることが大事なことではないかというふうに思っております。まあそのことは、あの、ぜひ、やはり政治家の出所、出所身体は自ら決めるものではありますけれども、まあ私は、

自民党を離党して、えー、終わる話ではないと思っています。われわれ議員からすると、公電は自ら持参をすること以外には、あ寄付に当たる。 秘書に持たせていくことは皮膚に当たるということはもう当たり前のことでありまして、当然分かっていたことをやっていたということについて申し上げれば、えー、堀学議員の責任は極めて重いと、私はそう思っております。そして同時にですね、えー、裏金というものについての使途を明確にされていなかったけれども、 裏金が使われていた可能性が高いということであれば、これは私は自民党全体の責任になってくると思います。つまりは、えー、この裏金の問題で、清廉市にあなた出ましたかと。出てないですよねと。そして、えー、本来であれば、裏金をもら、裏金を作った議員全員が清廉市に出て、自らはどういうものに使ったのかということを国民の前に明らかにすべきことをしていなかった。そして、 出てこなかった人が、えー、それを、おー違法行為に使っていたとすればですね、この裏金の問題自体がやはり、幕引きをされること自体は許されないのではないかということで、もう一度全体像を明らかにする説明、責任が自民党に私はあるのではないかと思っております。その意味においては、離党して済む話ではないと。やはり自民党が、えー、裏金議員の、えー 裏金の使い道について、まあ明確にされることを、えー、改めて求めたいと、このように思っています。朝日新聞の松井です。冒頭お話があった防衛省の不祥事についてですけれども、これだけだけにあたる不祥事があったにもかかわらず、木原大臣は給与の自転納という処分にとどまっています。木原大臣はやめるべきだというふうにお考えでしょうか。まああのー えー、まず一つ申し上げたいのは、まだ全体像が見えていないということだと思います。えーまあ、例えば、あこの特定秘密保護については調査をして明らかになったわけでありますが、これについても一部まだ調査中ということで説明を受けておりますし、まだ全体像として見えたわけではない。 またあ、パワハラの問題、えー、あの、女性自衛官の問題があったにもかかわらず、い、え、ま、ー、だにまだそういったあ体質が改善をされていないということが明らかになったわけでありますが、果たして今回報告されたものだけなのかという疑念は当然ながら生まれるわけであります。そして、えー、何よりも川崎重工の一件というものは、えー、これから調べていくということであります。 つまりは随形なので、その川崎重工は別に単位に出して食事を提供する必要がないわけでありますけれども、なぜそれをしていたのかということについては疑念が残るわけでありますし、私が防衛省に対して調査を求めたように、他のいわゆる契約企業、防衛装備の契約企業ともそういうことがないのかどうかという全体像をやはり 私は、木原防衛大臣はまず、えー、トップとして厳しく全体像を調べる必要があるということから、えー、まずそれをやることが私は大事なことであり、えー、しっかりそれをやっていただきたいというふうに思い次にございます。 あの報道ではです、ね、あの今回そのオバマルートの,方の費用を含まれて、あの前原のほう <laughs>、まあ、前原ルートの方でも、費用が、まあ、増加する可能性があります。ただ、まあ、それのほう費用く効果の部分ではすれて引くもじないかというようなところがありました。 はい。あのー、やはり、まあ、夏にですね、夏を過ぎれば、あこのお、環境影響評価に基づく、総工費の見直し、えー、期間の見直し、そして、えー、確定したルート、まあ、こういったものが明らかになると思います。えー、その時に、 ま、あの、総工費については、2.1兆円から3.9兆円という報道もありますけれども、後期についてもおそらく私は、あの、大きく変わってくるんだろうと思います。ま、その意味においては、え特にオバマルートについては相当費用対効果は、大きく一応下回ることになると思います。ま、もちろん資材価格の高騰などによって、マイバルルートも、 え、倍近くになるという試算になっているようでありますけれども、ただやはり、早くできるということと、えー、費用対効果は1位は見込めると、こういうことでありますので、えー、その、与党が、押し付けのオバマルートではなくて、いや、国民に対してしっかりと、どちらを選びますかと、えー、どちらが、 国民にとっていいと思いますかと。つまりは、滋賀や大阪や京都だけの問題ではなくて、これまあ財源がまだ確定していませんけれども、国民全体の負担に関わる話になってきますので、えー、国民の負託を受けた国会議員がしっかりとその両者を選択してもらうという場をですね、 やっぱり選挙で作るべきだと。私はそう思っていまして、まあ次の総選挙もうこれ一年、えー、少し以内には必ずある選挙では、当然ながら争点の一つとして、えー、民意を問わなくてはいけないと思っていますし、まあ私は前バレルと、えー、これは維新、えー、教育無償化を実現する会で、

まあ、あの、全、ま、く維新とも話をしていません。ええー、まあ、斎藤知事は維新も推薦されましたけれども、自民党も推薦をされていた知事だと認識をしておりますし、まあ、私は一政治家として、ええー、斎藤知事の、まあ、今までの、振る舞い、事実関係、そして何よりも、とうとう命が失われているということを考え、また、自らが選んだ副知事、 がですね、えー、やっぱり辞職を求めておられるということは異常なことだと、ま、思っております。その意味においては、えー、別に維新が推薦した、あ、知事だからとか、そういうことは全く関係なく、私は客観的に、えー、まあ、このメール問題というもので、辞職をした、私の経験からしてもですね、もうこれを収めることは辞職しかないと。私はそう思って申し上げたところであります。 はい、次ございますでしょうか。宜しいですか。の野沢ありませんか,んか。今日はないですか。はい。はい。はい。じゃ、これ。はい。ういどうもありがとうございました。